皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、自宅教室開業時集客力を高める快適な間取り5つのポイントについてお伝えしてみたいと思います。今日はですね、集客のノウハウのお話ではなく、リフォームとかですね、新しくこう自分の教室を起こすときにですね、自宅をどういう形で、ゾーニング間取りとかですね、考えていくといいのかというプチリフォームの時の、お話にもお役立ちになるようなテーマでお話をしていきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。まずテーマなんですけど、なぜ私が間取りのことを語れるのかということをちょっと先にお伝えしてみたいと思うんですけれども、実は私の職業経歴で、インテリアコーディネーターをやっていたという職業経歴があります。何個かいろんなのをやってますよ。旅行代理店にいて、ツアープランナーやってたりとか、インテリアコーディネーターでマンションの増改築リフォーム、水回りだけっていう時ももちろんありますけど、全面改装とか、あと一戸建て新築、一戸建てリフォームとか、いろいろな経験6年ぐらいやってるんですね。でその中でもちろん培った、知識と技能ですね、パースというそういう立体になるようなものね、手で描くとか、今なんかはバーチャル VR で 3D で立ち上がるように CAD 使ってパッと作ったりとかできるんですけど、ああいうのも作ってたりとかですね、インテリアコーディネーターを取った時に、カラーコーディネートの当然全体家見ないといけないので、カラーコーディネートの勉強であったりとか、あと水回りと照明とかが結構好きだったんで、水回り3点、キッチン、お風呂、洗面、トイレ、この辺りとかは機能も面白いなと思ってましたし、好きでした。で照明も結構好きだったんで、照明も、電気工事と含めて建築家照明ですね、そのただペンダントポンってぶら下げるだけじゃなくて、その明かりで空間を演出するっていう、そういった内容が結構好きだったんで、得意分野とかは、その辺りとかは結構よくやっていました。なのでまずその経験があります。そしてですね、この話をしてみようと思ったきっかけが、実は私の家のリフォームです。で、マンションなんですけれども、全面改装をすることにしました。で、これはもう昔から、どこか設備が多少老朽化してきたりとか、そういう段階でリフォームはしようと思って今の物件をマンションとして買ってます。立地的にもなかなか便利で、マンションの広さ自体70平米ぐらいなんで、めちゃめちゃそんな広いわけじゃないんですけれども、2人で暮らすには、もちろん大丈夫な広さなんですけど、庭ですね、庭がね55平米あるんですよ、細長いの、70平米の55平米です。結構な感じですね。で駐車場が庭の中に入ってるので、それだけ広い庭と庭にすぐに駐車場っていう案件がですね、当時20年近く前なんですけどなくて、この1個だけ気に入ったので、それで購入したっていうのがきっかけで、いつかリフォームをする段においては、リフォームしやすい間取りを買おうと思って、柱とか構造物とかがリフォームのあまり邪魔にならないような間取りをもともと買っています。なので今回全面改装っていうと、基本的にスケルトンって言って全部1回取っ払って、自分の引いたっていうか、打ち合わせで引くんですけど、引いた間取りに合わせて箱を変えていくっていう、そういうことをですね計画をしています。来年の着工になるんですけれども、その様子とかもね、また皆さんにお伝えしていこうかなというふうには思ってますが、ちょっと話戻しますね。なのでその経歴と経験があるので、今結構打ち合わせしてると気持ちインテリアコーディネーターみたいな感じです。エバルとかそういうことじゃなくて、その業者さんと一緒に作り込んでいく感覚が楽しいですね。建築用語とかも分かりますからね。ここはこういうふうにふかしてとかね、回り口でなんか逃げてとか、ここのところはね造作家具を入れてとか、なんかそういう普通に建築用語で使ってる言葉でお互いに共通言語で話していけるので、非常にこうスムーズですよね、打ち合わせが。
で、この間なんですけどね、玄関とかが、まあその間取りの都合上ですね、どうしてもかまちって言って、玄関ってフロアがこの高さにあって、かまちって言って上がりかまちってこう上がってね、でここにフローリングが引かれてる、まあ大体玄関って土間って言ってこう段差があるじゃないですか。でその段差のつけるところが直線だとつらい、 R が欲しいよねっていう、曲がったのがね欲しいねっていう図面を、どうやってその素材をね、木だと難しいよね、曲げ木って結構大変ですし、素材として特注にしても高すぎるみたいなね感じで、でまあ結果私がね、左官工事、要はモルタルっていうか、それでこう R を取って作って、そこにタイル仕上げとかっていけないですかねって言ったら、やっぱりそういう施工事例あったんですよ、探して。でみんなで「おお」とか言って、その会社さんもやったことがない事例で、私がポって言ったから、それで探すとやっぱり施工事例とか出てくるんですよね。でこうみんなでなんか盛り上がっちゃって、もうなんか私の家は、なんか写真を撮る家っていう施工事例として撮らせてほしいっていうことは決まってるんで、結構みんなでなんかいろいろ遊びながら喋ってて、こういう照明にしてみようかとか、私こういう照明やってみたかったとか、なんかそういう感じで 打ち合わせに盛り上がっております。それで、まあそういう勢いに乗ってですね、皆さんがですね、自宅教室開業時、ないしは新しくリニューアルをしてリフォームをする時にですね、まあインテリアコーディネーターの目線、まず1ですよね。だと当然教室集客コンサルタントの目線っていう、これを掛け合わせた間取りとか、どういう設備にしていったらいいかとか、それは現場、自分が実際にやってみて感じたこととか、そういうものをこう内装と設備から語るっていうシリーズをちょっと何本か作ろうかなと思って、今日は1回目なんで、まず私はどういう人間なんだみたいなことをちょっとお伝えしようかなと思って、今日はだからどちらかっていうと全体概要のお話がメインになるかなっていうところです。私の強みはだからインテリアコーディネーターをやってたんですよ。で、実際にパン教室の先生をやってます。ということは、パン教室の先生として欲しかったキッチン動線とかリビング動線っていうのがあるんですよ。で、現状、じゃあそれによって生徒さんを呼ぶ時に、どういうふうな、教室なら生徒さんに愛されてリピートされて集客しやすい教室になるかって、この3点からお話ができるんです。日本で私一人じゃないですか。と実は思っている、そんな希少価値が高い内容です。さあ、前置きが長くなりました。お話をしていきましょう。まずですね、まあ、間取りっていうのは、まあ、いろいろな、もう本当にいろいろ、ゼロからだったら好きなように図面引けるかっていうと、いや、そんなことはないです。新築は新築なりきの柱とか構造物とかがあって、マンションも柱とかも当然ありますし、梁とか、梁っていうね、上のところにこうポコッとなってる、構造を支えるコンクリートのところですね、梁とか、あとは給排水、雑排汚水とか、そういうものをどっちのマスに、マスっていうか、排水溝に向かって流してるかっていう勾配が取ってあるんですよね、マンションとかもね。で、その位置によって全部の設備が好きな場所に動かせるかというと、そうじゃない場合もあるので、具体的には実現できるものとできないものがあったりします。ただし、大掛かりなリフォームじゃなかったとしてもですね、まあ、実現できるものと、こんな注意点とかあったらいいんじゃないのっていうことを、まあ、ちょっとお伝えしていきたいかなというふうに思います。で、各部材と各場所の細かいことは、まず、あとはシリーズの時にもうちょっと一個一個、例えばキッチンとかだとですね、こういう設備があるといいですよね、こういうレッスンやりたい方には。とかあるんですよ。なので、とりあえずその細かいのはまたシリーズで楽しみにしてください。今日全体概要をお話ししますね。まずですね、もしリフォームとかすることができて、で家族の了承とかを得ることができるのであれば、本当はですね、生活感と、それを分断できるような間取り、扉で、どうにか分断できるとか、あとは引き戸とかで閉めると、その生活感が見えない状態にすることができるかとか、そういう間取りが本当はベストです。で、どうしても家族のものが出てしまう場合には、まあ、可能な限りになってしまうんですけれども、見えないように目隠しをするとか、
その時だけ違う場所にそのものを置くとか、いわゆる大人の方が集まるような、サロンというかレッスン会場の場合にはその注意は必要です。なぜならば生徒さんって非日常を味わいに来てるケースとかもあるので、あまりこう日常的なもの、なんか、お子さん連れを呼ぶお子さん OK っていう、そういう教室だったら、ね、子どものおもちゃが出てたりとか、そういうのも全然 OK なんですけど、大人女性のなんかね、ちょっとこう「あ疲れたわ」みたいなので来た時に、家と同じごちゃごちゃした汚い状態が見えてるっていうのは非常にこう残念な気分になってしまうので、やはりこの生活感を分離する、教室のゾーンと生活のゾーンってできれば分離です。できない場合にでも、なんとかその生活感を排除する、これが一番目に大事なポイントになります。で、プライベートとそのメインの会場を分けてしまった時に、まあ、何かいろんな道具とか私も奥の部屋に置いてたんですけど、パンの時に型とかいろんなもの、そういうものを、ニーダーとかですね、奥の部屋に置いてたんで、まあ、取ってきてっていうふうにしてやらなくちゃいけないので、準備の動線っていうのも考えないといけないですし、あとはそのキッチンのところの保管庫ですね、粉とかいろんな材料、自宅用とあとレッスン用ってあると思うので、結構な収納が必要になって、でその収納がやっぱり乱雑に見えてると汚い印象になってしまうので、そのゾーニングですね、生活の部分と教室の部分を分けるっていう。この辺りが一つ必要かなっていうことです。で、2つ目はですね、フレキシブルな稼働できる間仕切り等で部屋を作ることができるかっていうのも結構ポイントかなと思うんですね。例えばリビングと和室でよくくっついてる間取りあるじゃないですか。うちも今から和室は洋室に変えちゃうんで和室がなくなりますけれども、こう2つのね扉でこうやると、リビングだけは単体の部屋になって、で開けると、まあ、和室があるので、例えば私はお子さん連れの生徒さんは呼ばなかったんですけど、お子さん連れの生徒さんがいらっしゃるような方とかはそこに寝せてやるとか、和室があると何かと便利ですので、そういう、こうフレキシブルに大きさを変えることができるバッファになるような部屋が作れるかどうかですね、お子さんのところとかもあるし、あとはその部屋がね、ちょっとしたこう何ですかね、作品飾ったりとかっていうのがあると空間として広くなるので、こう心がね落ち着くとか、まあ、そういう効果もあるんですけど、要はフレキシブルに狭い部屋の時には狭い部屋、人数が多いと広くするとか、それを開けたり閉めたり行うことができればいいかなっていうのがあるので、部屋をフレキシブルに大きく大小大きくしたり小さくしたりすることができる形で使うことができるかっていうのも2つ目にちょっとポイントとしてありますね。はい。で、3つ目はですね、さっきのプライベートゾーンと教室のゾーンを分けるっていう話に関連するんですけど、家族が教室の中を通らないで外に出ることができるかとか、その動線設計上ですね、家族がやたらめったらその教室の中に入ってきて、例えば冷蔵庫がね教室の中に入っちゃってるような場合、子どもたちがわーって帰ってきた、はい冷蔵庫開けた、なんか飲み物もんだ、そして出かけていくとかね、そういうようなことがないようにするような動線設計ができないかっていうのもリフォームの場合とか特に考えてほしいところではありますね。ちなみにうちとかはですね、ラッキーなことに、その縦長のマンションなんですけど、正面の大きいリビングの窓口がすぐに、窓口じゃない、大きいリビングの窓が、庭側に面しているので、庭の向こうから生徒さん入ってくることができて、まあ、ガラス窓を開けて入っていただくようにはなっちゃうんですけれども、まあ、家族と会わないで済むっていうことですね、うちの家族と。で、玄関は北側の方にあるんで、まあ、例えば生徒さんが来てるんだけれども、扉を閉めておいてその向こうの部屋から外に出ることはできるので、なかなか普通のマンションだと難しいとは思うんですけどね。一戸建てだとやはりその家族の場所をね通らないで、行けるような間取り、だから戸建ての場合には
もし教室業を考えるっていうのであれば、ホールの中、リビングの中にこう透けて見えてるようなこう階段あるじゃないですか、オープンの階段。あれ作る間取りで教室をやりたいっていうと、降りてくるたんびに丸見えになるので、別の場所に階段は本当はあった方がいい。だからこれは家族の住み方とかルール、子供たちが帰ってきたのをリビングを強制的に通して見させるっていうのを考える時にはそれやんないといけなくなるので、まあ、家族がね、どういう時間帯で生きてるかっていうのと教室業との兼ね合いにおいて、まあ、行っていくっていうことができると思いますのでね、家族との、まあ、動線を分けた形でゾーニングするっていうのも、まあ、ポイントの3つ目ですね。はい、あとですね、これちょっとは忘れがちなんですけど、4つ目が玄関ホールは広めの方がいいっていう話です。はい、狭いとですね、一気に大人数来た時に靴が溢れてしまいますよね。はい、何人ぐらいを想定した教室にしたいのかによっては、ちょっと大きめな玄関ホールと土間が必要になってきます。私が知ってる先生ではマンションなんですけど、すごく大きいマンションで、土間もすごく広くって、そうですね、どれぐらいあるんだろう、まあ、10人ぐらいは軽く靴置いても全然広い OK みたいな贅沢な作りのマンションがあります。で、うちの兄は庭から入ってきていただくので、大きな窓とそこに靴が置くみたいな形にはなってしまうんですが、まあ、10人とか15人ぐらい対応しても大丈夫みたいな、まあ、そういう間取りにはなってるので、玄関もですね、人数多く集めるっていうふうに決めてるのであれば、それなりに広い玄関ホールが欲しいですよね。あとは傘立て、うち、まあ、雨の日にそんなに激しい人数をやっていくような講座はまあ少ないんですけれども、傘立てもね、人数分必要になりますよね。で、激しい雨の日とかは靴外なんで中に入れてもらってとかっていうのをやったりとかしてたんでね。はい、あとスリッパとかもね、結構な数用意しますので、何気にですね、いろんな家族以外のもの、おもてなしをするために必要なものっていうのが、まあ、そこそこ必要になってきます。はい、で、あと5つ目ですね、サニタリー周りなんですけど、あとお手洗いと洗面所ですね。生徒さんが使う場合には、結構家族と共用になって水回りってどうしても綺麗に見えないものが多いです。はい、例えば化粧品とかね、ドライヤーとか整髪剤とかボボボって出てたりとかね、するとあんまり綺麗に見えないですよね。ですから、そういう生活感の出るものを収納できるスペースがあって、そこに全部収めておくとか、あとはランドリーとか、まあ、バスルームとかもその洗面室を通っていくケースが多いと思うんですけれども、その洗面室を使わせる可能性がある場合には、そこだけ本当は独立してる方がいいです。お風呂につながる動線の道じゃなくて。まあ、なかなかでもそういう間取りっていうのは難しいと思うんであれなんですけれども、可能だったらそういうことも考えてみるといいかなというふうに思います。ですので、ポイント的には、まあ、5つほどあるんですけれども、こちらはこう配慮するべき、まあ、全体概要のお話になりますので、要は多分一番ポイントとして気をつけてほしいのが、可能な限りプライベートとお仕事のゾーンを分ける。可能じゃない場合がありますよ。あるけれども、可能な限り分けるという運営をすると、まあ、先生にとっても来る人にとっても生活感っていうものを感じない状態でレッスンに集中できるので、結果居心地が良くて、そこにはまた行きたいなというふうになる要因になる可能性があります。逆にですね、家が荒れている、居心地が悪いとなると、レッスンがどんなに良くても、もしかして2回目っていうのはない可能性があります。それぐらい案外女性ってシビアで、その時の自分の居心地度っていうものが、まあ、価格とのもちろん連携性っていうのはあるんでしょうけれども、非常に強い要因になってきますので、
ぜひですね、集客力を高める快適な間取りっていうものをですね、ちょっとご検討いただいて、まあやっていただくといいかなというふうに思います。あと余談ですけど、まあ、私も今リフォームをねやろうかなって思ってる最中で、久しぶりに頭が建築脳になってますのでまあなんかね、ご質問とかこんな場合どうですかって私が答えられる範疇で、もちろん専門家の方に最終的にはお預けしたらいいんでしょうけど、専門家にいきなり相談できる友人知人がいませんっていう方のために、まあ、LINE からですね、私の LINE 下の方に書いてありますので、 LINE からお問い合わせいただければ、まあ簡単にですけど、ご質問の内容に、教室の先生目線からはお答えすることができるかなというふうに思いますので、よかったらご活用してみてください。それでは。